はい皆さんこんにちは。えー、建築環境科学建築設備の村へようこそ。えー、この動画では、えっ、ー、と、ルームエアコンいや、あのー、まあ、ウィンドウタイプエアコンなどありますか、まあえー、エアコンの性能について考えていこうと思います。例えば、量販店に行って、えっ、ー、と、冷房能力の高いエアコン、あれは暖房能力高いエアコンありますよ。まあ、そういう機種は大体高いあの、値段も高いんですけども、値段の高い、えー、とエアコンと、あれは値段の安い機種。 冷房能力落ちますけどね、暖房能力落ちますけどねっていうので、エアコンがあったりしますけれども、じゃあその冷房能力高い、冷房能力低い、数字では書いてありますよ。でも具体的に何が違うのかっていうのを紹介していこうと思います。で、えー、っざっくり言ってしまえば、冷房能力が高いということは、圧縮器からですね、ぐるっと、圧縮器が一回ぐるっと回って、冷媒がすごく少ない。いい 一回、圧縮機が回るぐらいだとすごく少ないですけども、その冷媒が、室外機から出て、えー、と室内機へ回って、また室外機の圧縮機へ戻ってくる、まあ、この一周回ってくる間に、どれだけたくさんの熱を吸収できるのか、そしてどれだけたくさんの熱を放出できるのか、この一周回ってくる間のその、えーと、変化させられるエネルギー量が、冷房能力、誰暖房能力なんですね。で、それは具体的な、えっ、ー、と、 具体的に見ていどうふうになるのかというのをですね、モリエルセンズ、あるいはモリエルセンズと言われるような図を使って紹介していこうと思います。では画面共有していきます。はい、これがですね、モリエルセンズ、あるいはモリエルセンズと言われる図です。まあ、簡単にこのモリエルセンズ、モリエルセンズについて紹介していこうと思います。まあ、考えやすいスタート地点は、っと。 考えやすいスタート地点はですね、この部分なんですね。えー、っと圧縮機のスタート地点ですで。圧縮機はその名の通り、ある状態の冷媒を別の状態の冷媒に加圧するんですね。圧力が変わっていっています。この圧力を加えていくのが圧縮機です。で加圧されるとですね、えーっと、ある状態の冷媒になるんですけれども、ここから 凝縮器言われる工程に入ってきます。凝縮器はその名のとおりですね、気体だった冷媒が液体に凝縮していきます。で、その過程で、ある量のエネルギー、エンタルピーがです、ね、別の量のエンタルピーに変わるんですね。この部分が放出されるエネルギー量です。でここでエネルギーを放出して液体になって気体で得られる分子が あのはちゃみちゃに暴れ回る元気、熱量が失われて、で液体の段階におとなしくなって、でそのおとなしくなった、えー、っと冷媒をです、ね、狭いところを通過させることに、狭いところを通過させ、そのあと広げておくと、膨張するんですね。一気にシュパッと広がっていきます。シュパッと広がって、圧力がある状態から別の状態に下がっていきます。これが膨張弁と言われるものです。 で膨張弁を通すと、全体じゃないんですけども、も一部は体液体だった状態から、気体に一部変わってきます。で、この一部気体、一部液体の状態のものを、さらにここに熱を供給することによって、熱をここに供給していくと、気液混合状態から気体に移り変わっていくんですね。 どれだけ熱を供給するかというと、それが、うんとこの気域混合渋滞のスタート地点から、脱、え、出、っと、機の入り口にたどり着くまでの間のこの非エンタルピーの幅です。この部分の熱量が、えっと、冷媒に吸収されていっています。で、えー、ここで,です、ね、冷房能力、暖房能力がどの部分に相当するのかというと、まあ、ざっくり言えばこの蒸発器に当たる部分が えっと冷房能力です。周囲のこの室内室内エアからどれだけ熱を吸収できるのか。これが冷房能力です。で、さらにですね、えっ、ー、と、この部分は室内なんですけども、も暖房能力は上側の部分ですね。元気で暴れ回ってる分,分子、冷媒の分子がある、期待状態から、えっ、ー、と、 あれある元気がなくなっておとなしく液体になった状態まで、冷媒の状態まで、そこまでの間の非エンタルピーが暖房能力となります。で暖房能力で元気なった気体が元気のない液体に変わっていく工程で放出される熱、これを受け取る先が室内であれば暖房だし、まあ、室外であれば、えー、っと冷房になるかと。 え思います。で、次に問題になるのは、じゃあ、性能のいいエアコンって何冷房性能が高い暖房性能が高いエアコンって何あるいは逆に性能が低い暖房、冷房って何っていうのを考えていこうと思います。で、性能がいいエアコン、例えば冷房性能がいいっていうことは、この蒸発機で得られる熱量が多いということなんですね。 例えば、今の図で得られている熱量よりも性能がいいエアコンって、どんなかというと、もっとこれがビヨーンと伸びていって、スタート地点は考え方としても、えっと、ゴール地点がより、えっと、右側、非エンタルピーの高い側に移動した状態。これがですね、性能のより高い、えっと、エアコンの要素の一つです。同様に、 えっと、凝縮機、暖房性能が高いというのもですね、例えばこの凝縮機の,あの圧縮機で得られる圧力の、えー、圧力で作られる機体の先をですね、もっと右側の非エンタルピーの高い側に持っていければ、暖房能力というのは増やせるんですね。うん、で、これをどうやって実現するのか。実際どうやって熱交換器 あのエアコンは性能を上げているのかというと、今やったのと同じようなことをやっています。もっと右側に伸ばす。そのことによって、えーっと、冷房能力、暖房能力を高めようと。高めようとしていますで。そのために何をやっているのかというと、これは割とシンプルなんですけども、室内機と室外機の熱交換器をでかくしてるんですね。 でかくすることによって、蒸発機からより多くの熱を吸収できるし、凝縮機ではより多くの熱を吸収することができるというわけです。で、室内機をでかくする、あるいは室外機をでかくするというのは、実はもうすでに長いこと行われてきています。昔のエアコンや、あるいは性能の低いエアコン、薄っぺらいですよね。でそれに対して、高性能エアコン、例えば1台20万円もするような。 高性能エアコンだと、その室内機やたらと出っ張ってるんですよ。壁に吸い付けられた部分からやたらと出っ張ってる。これ、あのお辞儀するように落ちてしまうんじゃないかと心配になるぐらい出っ張ってるんですね。で、この出っ張ってのはなぜかというと、シンプルにここの部分の熱交換器を大きくして、で、その分より多くの熱を吸収する、あるいはここから熱を放出するということを狙っているんですねで。室外機も同様に。 でっかくなっていってます。幅がでっかくなっていってる時、また厚みもでっかくなっていってるし、で、えー、と室外機の中身で熱交換器の占める割合が増えていったりしてるし、で、熱交換器もどんどん分厚くなっていってるし、そのようにして、なんとか熱交換器をでかくすることによって、この凝縮器の工程、プロセスをより幅広いにし,しようとしてます。で、そうすると、ちょっとずつ、えっ、ー、と、非エンタルピー、凝縮器で放出できる非エンタルピーが増えて、 蒸発器で得る、えー、熱量というのもどん,どんどん増えていくんですね。これが最近のルメがでっかくなって出っ張ってきてるわけです。で、さらに安いエアコンだとちっちゃい、厚みの薄いエアコンになっていってる。えっ、ー、と、それはあのここに熱交換器があんまり入ってないからなんですね。なので、えーと、出っ張ってるエアコンは熱交換器がいっぱい入ってて、性能が1いい回冷媒がプシュッと回ってくる間に。 熱を集めて、放出してっていうことがたくさんできる。それがでっかい室内機、室外機のポイントです。で、ちっちゃい熱交換器あるいはちっちゃいエアコンの場合は、放、う、出、ん、できる熱量も少ないし、吸収できる熱量も少ない。その分、たくさん、えー、と圧縮機が解体する必要があるかもしれない。なので、えー、とずっと使っていかれるいは負荷の大きい場所で使っていくときに、ちっちゃいエアコンだとずっとマックスで動き始め、動き続けるかもしれないです。 なので、初期投資をたくさん出して、えー、っと熱交換器を大きくしていて、性能を良くするというのも手かなとは思います。はい、それですね。この動画では、えー、っと、モリエルセンズあるいはモリエルンズと言われる図を使って、そもそも冷房の、冷房能力って何暖房能力って何という基本的なところの紹介をしていきました。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。